はい、こんにちは、ひとです。今日ですね、100均でいろいろ買ってきましたということで、まず今日はですね、購入したものを一つずつ紹介したいと思います。ということで、今日紹介したアイテムは、はい、こちらになります。じゃあね、この中にいろいろあるので見せたいと思います。まずですね、こちら、ラージメスティン用ですね。ラージメスティン用の網がありましたので、こちら購入しました。後ろはこんな感じになっております。まずはですね、こちらの、はい、こちらのアウトドアメッシュバッグ、カーキ色を買いました。サイズは縦が 20.5cm で、直径が 14cm のものです。はい、こんな感じですね。裏はこんな感じになっております。でですね、こちら、まあこれに入れるやつなんですけど、こちら、ちょっと前に人気が、話題になったやつですかね。小皿ステンレスですね。こんな感じで裏に注意。磨きが書かれております。触っても熱くないという二重構造になっております。1個200円ですね。まず小皿ですね。小皿2つと、あとはこちら、はい、こちらになります。こちらも200円ということで、触っても熱くないということで、まあ多少保温は効くなという感じで、手で持っても熱くならないという器になります。これですね、前友達に教えてもらったんですけど、こんな感じですね。こんな感じでスタッキングすることができます。でですね、ミニラーメンなんかね、これ使った時にこういうふうに蓋にしてもいいのかなというになります。こちら、ね、後ろに注意書きが書いてありました。こんな感じです。後ろに注意書きが書かれております。これ綺麗にスタッキングできるんですよ。こんな感じで、こんな感じでスタッキングできます。でですね、これこちら、こんな感じにスタッキング収納できます。でですね、
あの高さがあるもんで、これ4人分ですね。家族4人分のセットを入れても十分入る高さになります。こんな感じになります。ということですね、ということでダイソーではこちらですね。ダイソーで購入したものはこちらとこちらになります。これとこれ、が購入したものになります。でですね、